何年ぶりですか。2014年に所属してるから、うん、10年ぶりかもしれない。ずっと言われてたじゃないですか、うん、潜在化やろうって、うん、いろんな人に、うん、自分でも思ってたしな。それどこの事務所さんが取り直そうって言ってくれたんですか。いや、取り直したいってお願いしたじゃん。ああ、そうなんです。去年ぐらいに取り直した方がいいんじゃないかっていうのを言ったら、まあいいんじゃない、面白いしっていうので流れてさすがにでも実害が出てきたから、はいはい、マジで誰かわかんない、ね、そう、誰かわかんない。特に奈良原さん、うん、もうスプレーとかついてますか。ちょっとついてます。ちょっとだけ、はい、この辺だけちょっとだけ浮かないように浮かないように、はい、はい、新しいベッカムヘアがないからね、その日に。やっぱ髪型はこだわりある。これはもうちゃんと切ってきたんでね、昨日今日洗剤だから昨日切ってくるからね。一番いいベストな、ベストベッカム、ベストベッカム BB 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 ゴロBB ゴロいいんじゃない。はい、ありがとうございます。はい、はい、すごいフラッシュめっちゃベッカムヘアじゃん。そうですね、こんなにベッカムなんだ。ベッカム、これベッカムっていうのかな。栗とかじゃない、なんかこれ金髪で陰影がないからな。もうちょっと下向いてる方がいいかな。連れてこられた感じになっちゃってるから顔が。もうちょっとこうちょっとね、あの引いてあ、風通しない。あ、いいじゃん。そっから、いじられない程度で顔を押して。いいです。OK、OK。はい、ですね。で、やっぱちょっと。で、一回、上げて、落としてみましょうか。ずっとするんだよな。じゃあ、口角、逆にあれが。じゃあ、顎下げてみましょうか。あ、で、こっち側向きましょうか。違う、絶対違う。もうね、あの問題はもう、顔、そうですね、俺の顔、そう、そう、いやもう本当にあのそれだけ、それだけ、そう、なんかあの。僕なんか取られたくなくて来ましたから、ね、一番誘ってもらったのに一番みたいな顔してる。取りましょうって言った本人がなんか僕ここにいる必要ないですみたいな。どういうそうにならなければ全然どういう洗剤に、やっぱいい洗剤にしたいんですね。そうそう、なんか決めるか、ね、なんかこう目だけでずっとやるかどっちかかな。笑顔、笑顔か、笑顔、めちゃくちゃ笑顔でも分かりやすい。どうなんだろう。笑顔なんじゃない。そう。サッカー。スーツね、そう、竹美人もね、それをなんとなくアピールして竹の短さかな。竹の短さかな。竹の短さかな。全然っぽくない。全然っぽくない。そうですね、なんか無駄な筋肉を持つ。いいですね。全然っぽい。渡辺徹さんは意識して。あ、すごい、本当にあの4、5日より後悔しそうな感じ。4、5日より後悔しそうな。
かっこいい感じなんだけどな。あ、でもまあここら辺はまあ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 ね、そう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 あー、オッケー、帰ってきた人たちみたい。あ、いいです、いいです。岩様か。あー、デリさんもこれ。終了。はい、というわけで、約10年ぶりに宣材写真を撮り直しましたけど。いいじゃない。うん、どうでしたか。いやもう俺のやっぱ嘘みたいな笑顔。見どころは。嘘みたいな。これ鮮魚ポスターだったらね。一発採用なもん。潜在写真だから。うん。あのぐらい笑顔だからね、うん。あなたの表情カチカチすぎて、うん、あの四方八方から攻められるっていう時間がありました。あの時間が一番無駄。あの時間が一番無駄だから。すごい、すごい時間がありましたけどな。うん、まあでもいいやつができたと思います。はい。まあ期待。予定を大幅に超過して撮りましたので、うん、まあまあまあ。いいやつができてればいいなと思います。絶対にいいやつで使ってますから、これは、うん、まあ、お仕事ください洗剤なんで、ね、そうそう、お仕事くださいと言っておいてください、はい、うん、もうこれでようやくあの洗剤、うん、AR の洗剤あれ誰やねんって言われることがなくなると思うと、うん、一旦ホッとしてますけど、はい、またお楽しみにって感じです。